皆さんこんにちは、週末 YouTuber おいゆくでございます。今日は週末ではありませんけれども、いいことがあったので動画を撮っています。どんないいことがあったか、それはこの Chrome OS のバージョン117.17 ですね。これがやっと降りてきてくれたのですよ。今日はね、私の職場で使っている Chromebook で、バージョンアップできました。確認してきました。第一印象とてもいいです。早速家に帰ってきて、これね、今日は持って歩いてなかったんで家でお休みさせていたので、早速こいつをバージョンアップしていきましょう。はい、それでは早速ですね、アップデートをしていきましょう。 OS のアップデート、皆さんご存知だと思いますが、こちらの設定ですね。設定を開いて、左側のペインの一番下、 Chrome OS について、こちらをポチッとして、はい、今バージョン 116.0.5845.210 と見えてますね。でここの横にあるアップデートを確認、これをポチッと押します。アップデートを確認しています。そうすると、はい、今デバイスを更新していますってなってますよね。これ今強制的に更新かけてますけど、これあの Chromebook をね、放置している間に自分で勝手にデバイスの更新といいますかね、バージョンアップがないかっていうのを確認しに行ってくれるので、まあまあある程度ほっとくと、これ勝手に再起動すると新しくなるよみたいなね、そういう見え方になりますね。さあしばらく待ちましょう。今これで 1% ですね。ちょっと時間かかるかも。はい、結構長くかかりましたね、やっぱり今。そうですね、新しいバージョンが降りてきてばっかりで大きな変更があったんでね、皆さん一生懸命ダウンロードしてるのか、結構時間がかかりました。ようやっと落ちてきたので再起動をかけてみましょう。どんな感じになりますかね。おお、こんな画面が出るんですね。これ初めて見ましたね。お、 Chrome OS 来ました、来ました。はい、録画を開始したんですけども、なんとなくね、ちょっと感じが変わりましたよね、この辺なんかがね。実際にバージョンが上がったのかどうか設定から確認してみましょう。で設定開いたら、さっきとやっぱりちょっと違いますね、見え方がね。まず色が変わりましたよね。この色が変わったのが大きいところですね。はい、で新機能を確認するっていうのがありますけど、ちゃんとバージョン117に、なってますね。で新機能を確認してみましょう。今回の新機能はこのマテリアル U っていうんですけどね、この見た目がかなり変わっているようです。でデザインが一新されましたよっていうことなので、今回はまあちょっとこの辺を主に見ていこうと思いますね。カレンダーも、見た目が変わりました。それからここがね、地味にちょっと気に入ってるところなんですけど、これね、電源のところ、今までは電源オフしかなかったんですけど、この中にですね、再起動が加わりましたね。はい、この再起動が入ったのが大きいと思います。今までは電源切ってもう一回電源入れるしかなかったんでね、ちょっとめんどくさかったんですけど、再起動がかかるようになりました。それから見た目がね、全般的に変わったっていうのと、まあ、あとこの辺もそうですかね。今までは小さな、ちっちゃなこう玉みたいなやつだったんですけど、だいぶ大きくなったんで操作はしやすくなったのかなっていう感じもありますね。夜間モードね、ダークモードはダークモードか、だいぶ見た目は変わりましたね。といったところでですね、他にもね、あの Google カレンダーがこのカレンダーからね一発で呼べて、それからミートとこうつながりやすくなったとかですね、それから Google フォトの共有アルバムが壁紙に使えるようになったとか、細々したところではあるんですけれども、かなり使い勝手が良くなってるみたいですね。あとこれがちょっと気になってるんですよね、複数のウィンドウでマルチタスクを簡単にこなすっていうね。この辺についてはまた今度時間があるときにゆっくり試して紹介していきたいと思います。とりあえず今日はバージョン117にすると、
明らかに見た目が変わったよっていうところをねお伝えいたしました。あとあれですね、私の最近の動画の中でも取り上げましたけれども、メモリの空き容量がどうなってるかっていうとね、さすがにメモリの空き容量は今までよりもかなり少なくなってる感じがしますね。それから今起動した直後なんですけど、 CPU も 100% に張り付いています。多分この状態でベンチマークやったらかなりスコアは落ちるんじゃないですかね。おそらく 2-3 分、あ、メモリはそれでもちょっと復活してきたかな。今 0.87GB、 0.95、 やっぱり最初のうちにメモリをいっぱい使うっていうのはおそらくこれですね。犯人はメモリをいっぱい使っている犯人はこいつですね。 Linux 仮想マシンじゃないですかね。ここで見る限りはメモリを使ってるようには見えないんですけど、 CPU のパワーをバカ食いしてるので多分メモリもいっぱい使ってますね。で、この Linux 仮想マシンってやつはですね、これ Android のアプリを動かすために必要なんですよね。 Android がバージョンが11になって、この Linux 仮想マシンがかなり重たくなっちゃったっていうのはね、この間の動画でもお話ししているんですけど、これ強制的にね終了させることもできるんですけどね、この後私もちょっと Android アプリ使いたいので今は落としません。で、これが落ち着くと CPU の利用率もかなり下がります。 3% とか 4% とかまで下がります。メモリも多分、あ、今 0.92 まで来ましたね。こいつが落ち着いてくれればメモリの空き容量も多分1ギガぐらいまでは回復するような気がします。で、ちなみにこの Linux 仮想マシンはプロセス終了させるとメモリは2ギガ以上空くようになります。多分バージョンアップしても2ギガぐらいは空くんじゃないかなと思います。で、毎回これプロセス終了させるのめんどくさいとか、それからね、機器構成によってはプロセス落ちない、何回やってもプロセス終了できませんでしたっていうようなお話もあるんですけど、これ Google Play Store を消せばこのプロセスは立ち上がらなくなるので、メモリーがキツキツだっていう人は Google Play Store を諦めるのがいいと思います。まあいいっていうかね、良くないんですけどね。ということで、もうしばらくは落ち着くまではちょっとしんどいかなって感じはありますが、ほったらかしておきたいと思います。続きはまた今度ということで、一旦ここで終わりにしましょう。はい、ということでね、今日は仕事から帰ってきて着替えもしないでいきなり動画撮るぐらいにはこの Chrome OS 117良かったなと思っています。皆さんもね、多分ですけど、ほとんどの Chromebook がもう117対応してると思います。116って一部対応してなかった端末があると聞いてますけど、そういったものは115からいきなり117になってるっていうね、そんなお話も聞いてますんで、早めに117にしたらいいんじゃないかなと思っております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。今日のお話面白かった、参考になったと思っていただけたら高評価いただけると嬉しいです。ではごきげんよう。さよなら、さよなら、さよなら。